ナンパリスメンディは、フランスラセーヌ・シュルメール出身のサッカー選手。セネガル代表。レスターシテ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。サッカー選手のバーフェティンビゴミスワイトコ。いくつかのクラブを経て、2007年にエースモナコのアカデミーに入団。2010年4月27日、エースモナコと2013年6月までのプロ契約を結んだ。 8月7日のオリンピックマルセイユ戦でプロデビューを果たした。2012から13シーズン後の移籍ウィンドウでは、マンチェスターユナイテッド FC やアーセナル FC からの関心が報じられていたが、本人はフランス国内でのプレーを希望し、2013年8月にアグック・ニースにフリーで加入した。2016年7月3日、イングランドプレミアリーグのレスターシティ FC に移籍。 A.S. モナコで指導を受けたクラウディオ・ラニエリ監督と再会することとなった。契約は4年で遺跡金は当時のクラブレコードである1300万ポンドが支払われた。2017年7月31日、フルス・アグック・ニースにレンタルで復帰。2020年8月24日、レスターとの契約を2年に延長した。年代別のフランス代表歴がある。2009年に、 ドイツで開催された UEFAU-17 欧州選手権ではグループステージの全3試合に出場したがチームは再開で敗退した UEFAU-19 欧州選手権2011の予選にも継続的に出場したが予選敗退に終わったセネガル代表を選択し2021年3月26日の今後共和国代表戦で代表デビューした ありがとうございます。